皆さんこんにちは。早期スタートが圧倒的に有利な理由というテーマでですね、本日講義、ガイダンス講義させていただきます。担当しますのはレック専任講師水野と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、それではデータから分かる宅建士攻略法というねサブタイトルがございますが、まずはレジュメですね、こちらでございます。宅建士が10月の第3日曜日にやりますというのはもうずっとねもう歴史的に同じなので、まあ、こういうね試験がこれだけのね規模の国家試験が大きく変わるときはもっともっと前からね告知があるので、もう2024年は10月20日の予定ですというねところですね。まあ、ここは変わらないでしょう。で毎年20万人超もう30万人、まあただねなんか天気が悪いとね何万人も欠席者が出るというね、まあ、欠席者イコール敵前逃亡なのか、なんかどうしても仕事が入っちゃうとかもう病気でっていう、それはやむを得ない、ね、方もいますが、まあやめとけやもうどうせ行っても無駄だからっていう人も多いんですけどね、ただやっぱりこのねあの申し込み者数受験者数これだけいる規模の試験なんですよ。で、まあ、規模云々よりも合格率ですよね。これもだいぶねもうこの何十年も、ね、安定してます。あの初期の頃はね90何パーとかすごいんですよ。昭和33年取引員っていうね時代からずっと続いてるんですが、いやもうね昔の人なんか言うんですけど字書ければ受かったよっていうね、いや本当か字書けるだけかって、もう実際問題見るとすごいんですよ。あのなんか人からなんか物盗まれたら盗み返していいみたいな、そんな問題でね面白い問題なみたいなね、これもう今と全然違うようなね、まあ、問題だったりするんだけど、だん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 大事なところっていうのは確定していって、もう今じゃね大事なところやっぱ手を変え品を変え視点を変え出てます。でそんなお話をしていくんですが、まあ、何よりもまずは合格率が 15% から 18% ぐらいの間で、低い時だと、まあ、これコロナもあって10月12月って年2回あった時があるんですけど、あの 15% 来た時もあります。でも大体通常に年1回でやってるんだったら15から17、だからこれあの 13.1% っていうイレギュラーな時もあるけども、やっぱり、ね、15% 前後なんですよ。そこら辺で合格が決まる。18%、19%、19% ほとんどや 20% いかないですね、もう最近ずっとっていうところです。で合格点はっていうと、まあ、結局難しい問題が出ればみんな難しくてできないから合格ラインは低くなります。だからちょうど 17% 前後のところで切るんですよ。でその点数が合格点です。だからやりやすい問題、決して簡単じゃないんですよ。2020年の10月も決して簡単じゃないけど38、まあやりやすい問題だったんでしょう。逆にまあ最近でそうですね、低いと34点っていう、それもすごいんですけどね、決して優しい問題じゃないんですけどね、まあ、35点切る34点、まあ、これが合格点と。だからまあできる問題が、みんなができる問題が多ければ合格点は高くなるし、できる問題が少なくなれば当然合格点は下がるという、まあ、そういうシステムでございます。だから何点取れば受かるという代物ではないと。だからあの試験では例えばファイナンシャルプランナーとか簿記とか、まあ、有名どころの試験があるんですけども、何割6割取れば合格、何点取れば合格っていう、そういう試験もあるんですよ。でも宅建試験は上位で何パーセントで切って、ね、15% 前後で切って、でそこが合格点になるという、だからまあそういう特徴とかは知っておくべきでしょうね。だと全部で50問マークシートで、マークシートって選択問題だから、まあ、受けりゃもしかして受かっかもしんねえじゃんっていうね。いやもちろんね、50問ノーベンで行って運で受かる人はいるかもしれないけど相当きついですよ。でそれでなんか受かるんだったらそんなとこに運使わないでロト6とかね、そっちの方が金になりますよ。だっていっぱい金もらえるじゃないですか。宅建受かっても金もらえるわけじゃないじゃないですか。だからそのとこ運使わないでちゃんと勉強して受かりましょうよ。で勉強して受かるんですが、やっぱり噂に聞いてると思いますが、最近なかなか大変だったよね。で、あの昔の人と、ああだけなんだな、あのちょっと過去問やっては受かるだろうと、30年以上前だとそういうアドバイスは成り立ったんですけど、今は成り立たないです。やっぱりちゃんとやらないと合格しません。で50問あって、権利、業法、税、価格、そして免除、配分、これも動かないです。金には動かないです。これ試験によってはね、まだまだね醸成してない試験だと何が何問出るかってまだ定かじゃないね、もう試験っていうのも、まあ、最近国家試験だったら賃貸不動産系監視だとそんな感じです。もうどこが何問出るかまだなんか定かじゃないよっていうね、
でも宅建はもう歴史があるから明確に権利14問、業法20問、法令上制限8問、税価格3問、免除5問と、もうこれ割り振り決まってます。っていうね、その出題っていうのが、まあ、どういうふうに取っていくか、どういう勉強していくか、そんな話をね、今日はお話ししたいと思っておりますが、まずは、何はともあれ、勉強を、独学でやるのか、学校行くのか、どの教材使うのか、そんなことよりも、まず最初にやってほしいことなんです。その話します。2024年10月20日に皆さんは合格すると決めてください。まずは決めてください。もう皆さんが決めるんです。皆さんの心で決めるんです。絶対受かる。これね、決意できた時点で半分終わったようなもんですよ。あの、そんなに、え、そんなに、うん、そんなにです。そのね、受かればいいな、受かりたいな、ね、今年悔しい思いしたから、ね、あの去年悔しい思いしたからリベンジしたいな、受かればいいな、甘い。絶対受かるって決めてください。もうね、宅建試験って、例えばこれから10年後もまだ宅建試験はやってますよ。だって衣食住の住のね、大事な部分を担う資格なんですよ。これがなくなるなんてことはないですよ。じゃああるんですよ。10年後も受けられるんですよ。今年じゃなくても合格はできるんですよ。でも本気で受かろうって、今年絶対受かる、2020年10月20日の試験で受かるって決めてください。そうするとそのために何をやんなきゃいけないかっていうのがまずは決まります。で、決まるというのは、それはスケジュールの立て方っていうのはまた別のガイダンスとかね、まあ、講義とかのそういうところでやったりはするんですけども、要は10月20日がもうね、まあ、なんですよ、もう合格する日なんですよ。したらその日までに何やんなきゃいけないか、じゃあ今何やるかなって時に、じゃあ直前のところはね、今までやって苦手なところをまとめていく、ね、こういうことをやろう、じゃあ逆算すると何はどこまで、要はとりあえず今回初めての受験だから何月までは全体は全部見ておきたいな、ちゃんと知識はさっとではあるけども終わらせておきたいなとかっていう、それね、逆算でね、どこで何、どの時点まで何をしなきゃいけないというのが見えてくるんですよ。受かりゃいいなってやってると、とりあえず始めて、とりあえずテキスト見て、とりあえず問題とかやって、とりあえずなんか動画とか見ながらね、 YouTube とか見ながらなんとなくやって、あ、なんか勉強になったっていう、全く行き当たりばったりやってるんですよ。あの、これ受かるって決めてないからです。もう絶対10月20日に決める、受かるって決めたら、これね、やることがね、見えてくるはずなんですよ。だから受かりたいな、受かればいいなじゃなくて、受かるって決めてください。で、これをやることによって、え、じゃあ絶対受かんのと、まあ、勉強しなきゃ分かんないですよ。じゃあ勉強しなきゃ分かんないんだけど、絶対受かるって決めてるとね、もう自分の皆さんとの、自分との約束なんですよ。で、約束破る方もいますよね、皆さんの中でね、自分との約束は絶対守ってください。もう自分との約束なんでね、人とじゃない、あの、人との約束もやめ、いや、ダメなんだけど、自分との約束大事にしてください。じゃあ絶対受かるっていうことは、例えばね、直前期に模擬試験っていう模試と呼ばれるものを受けました。もしくはね、本屋さんでなんか3回分とかのね、なんか予想問題みたいのが50問でね、売ってたりするんですよ。まあ、レックも出してます。いろんな会社さん出してます。それやってみようと。で、例えば2週間前に25点取りました。25点。いい点数ではないです。だって合格点が36とか何とかの時代に 25? あと2週間で25から無理だよ。いやいやいや、もう絶対受かるって決めてますよね。したら何とかしなきゃいけないって頑張るじゃないですか。じゃあ何とかしなきゃいけない、その気持ちが合格へ導くんですよ。だいたい直前期の模試とかで変な点取ると心の中で若干諦めが出るんですよ。また頑張る、最後まで諦めないとは口では言いつつ、心の中じゃどっかもだばかも今年とかなるんですよ。そうするとどうなるか分かります？だいたいね、体調が悪くなるんですよ。なんか最近頭痛くて、首痛くて、腰痛くて、ケツ痛くてみたいな、だいたいこの体調悪くなるんですよ。で、周りに言い出すんですよ。で、あとね、仕事が忙しくなります。普段以上に、いや、なんか忙しい忙しい、残業残業みたいな、いつも暇そうなのにね、あの人忙しくなるんですよ。なんでか分かります？体調悪い、忙しくなる、落ちた時の伏線張り出すんですよね、言い訳を。これどう思います？でね、本当にいらっしゃるんですよ。で、周りはね、笑ってるんですよ。いや、また宅建特有の、ほら直前期になったからあの人忙しくなったよね、普段残業しないくせにみたいに言われてるんですよ。ほらほら、また来たまた来た、体調悪いんだ、ほらほらみたいなね、そう言われてるんですよ。悔しくないですか？もう絶対受かるって決めてください。
したら直前期模試で変な点取っても何とかしなきゃいけないってなるんで、そうした時に何とかしなきゃいけないっていう気持ちで直前期追い込むと何とかなるんですよ。なるんですよ。気持ちって大事なんでね。なんとそんな話で10分しちゃいました。まずねモチベーション、その決意ね、それがあるなしで全然違うので、だからまずは合格するって決めてください。そうすると合格へだんだん導かれて、やりたいこれはっていう夢、そして希望、願望、目標は叶えられるんで、そこで頑張りましょうよ。でさらにですよ、効率的に学習するためにっていうのは2ページがあるんですが、2ページ目あるんですが、どのように学習すればいいんでしょうかみたいになるんですが、受験生の半分以上の人が正解できる場合、 50% 以上の問題を1問も解けば合格者になれるということです。まあ見てやってくださいよ、合格点と比べて 50% 以上の正答率の問題こんなあるんですよ。あれ全然違うじゃん。え 50% 半分の人が当たってる問題、あ全部取れば40点みんな毎年超えてんだ、わかります。うん、ただこのデータは日本全国の20何万人が受けたデータではないのはご了承ください。20何万人どれぐらい取ったなんてレックは無理です。わかんないです。でそんなのわかる学校指導機関はないです。だって20万人にアンケート取れないじゃないですか。もう宅建試験ね、全然滋賀にもかかんない方は、うわ終わったー遊ぶぜー、もう何もそんなデータ資格の学校にね送る、言わない、やんないですよ。もう滋賀にもかかんない人はここ入ってないんですよ。だからそれなりに頑張りました。で圧倒的にできた方ももう興味ないんですよね。うん、あの私の周りにもいます。でも圧倒的にできた方、めんどくせえよ、だってどうせ受かってるよ、何点だったのと、45、すいません、そうだね、だからもうなんか45点とかもう満点近く取ってる人ってすごい人ってやっぱいるんですよね。こういうデータに入ってません。なぜなら資格の学校にデータ自分で送んないから、だからここのところってもうなんて、なんですかね、ちゃんと頑張った人たちで、圧倒的な人たちもいないし、圧倒的にダメな人ももっといないんですよ。そういう中でのものだから、純粋な受験生データじゃないけど、少なくとも 50% 以上の問題取りは合格点より全然上いきますよね。でちなみに正答率 60%、 合格者が6割は取るよっていう問題で合格点プラス、まあ少ない時でも3点、多いところだと4点5点なんですよ。だから要は過半数の人ができる問題を取れば合格点にはいくというのを忘れないでください。で逆にみんなが取れるものを落とすと、それは合格しなくなる確率が上がるというのは分かってください。だから何をまず言いたいかというと、すごく大事な話、ね、でこれ板書皆さん写さなくてもいいんですけど、見ておいてほしいのが、例えば10、これここから出ますっていうふうに、まあ、試験実施団体は漠然とした範囲を広げるんですよ、土地建物の権利に関するものみたいなね、でその範囲全範囲出る可能性があるのを10とします。さあ実際に試験に出てるのって毎年この10のうちからこんなもんだと思ってください、まあ、少なくとも合格に必要な点数プラス 3,4 点は10のうちの、まあ、割合としてはね、多めに言っときます、2割から3割10のうちの2割から3割この部分が手を変え品を変え視点を変え出てくるんです。でじゃあこの10のうち、じゃあこの2か3の以外のものは出ないんですかと、出てるんですよ毎年。こういう重箱の隅つつくようなところ、普段定番で出るとこじゃないようなところも出るんですよ。初めて過去問出たとか、もう今まで何十年も卓球やってて一回しか出てたことがないことが、ああ久しぶりに何年ぶりかに出たねとか、そういうのあるんですよ。それこの周り枝葉の部分だと思ってください。じゃあいきますよ。今この話から皆さんに分かっておいていただきたいのが、ちゃんと一発で短期で合格するためには絶対やってはいけないこと、満点を狙っちゃいけない、これなんですよ。で満点狙わない、でこれ言い換えると高得点狙わないっていうのも一つです。でも高得点とか狙って、ね、45とかね、すげえ点数満点近く取るぞっていう、いやその方が勉強ってやる気になっていいんじゃないですかと、意気込みはいいです。でも本当に満点狙う勉強すると合格すらおぼつかなくなる可能性なんですよ。それなんでかというと、満点を狙う勉強ってこうなります。2から3の部分、
10のうちのもう大体合格点プラス何点か 2,3 点はこの同じところから出るのに、全部やんないと満点狙えないじゃないですか。細かいところまで、難しいところまで。じゃあこれ全部やったらものすごい労力かかるのが分かりますよね。民法だけで1000条以上条文があるんですよ。判例もあるんですよ。宅建業法だなんだ、法令上の制限だって無数にあるんですよ。そんなの全部やったら何年ぐらいかかるんですかね。5年は最低かかるんじゃないですか。もし満点だって勉強するとどうなるか、いろんなこと時間使ってやります。でもここが仁川さんがうろ覚え、あやふえになります。結局点数伸びないんですよ。だから暇で時間がある方が、記憶力も天才的にある方が満点狙って完璧に全部網羅して範囲やったら、それは満点近くで受かりますわ。でもそういう能力持ってる人ってほんの一握りなんですよ。それなのにいろんなことをやりすぎて満点やると、この大事な部分がぼやけんですよ。だから満点狙っちゃいけないんです。リップサービスで言ってんじゃないんです。満点狙うといろんなことをやりすぎてあやふやな部分が増えちゃう。やってないのと同じなんです。これもう徹底的にここに2から3やりましょうよというのが、まずは合格、短期で合格、一発で合格するためには必要な要素なんです。これね、宅建試験ってまあやっぱり、ね、聞かれるんですよね。やっぱり1回じゃ受かりにくいですよねと。うん、まあそうですね、やっぱり厳しい試験になってますよ。でも一発合格ってたくさんいるんです。で、一発合格ダメでも2回目で受かる人、1回は本気でやった、ちゃんとした勉強でやったけど緊張でダメだったとかね、1回ダメで2回目に受かる人はいます。これも多いです。だから一発合格2回目あたりが一番多いんですよ。で、3回目ももちろんいるんですよ。1回目頑張ったけど失敗した、2回目もちょっと体調悪くて、で3回目に受かりましたと。で、それより長く受験になるとどんどん合格する確率が低くなってます。これ長く年月やってた方がいろんな勉強してるから積み重ねで合格する確率高くなると思うじゃないですか。逆です。ドツボにはまっちゃうんですよ。で、これどうしてかっていうと、受からないからまだ自分は勉強足りない、もっといろんなことをやらなきゃって広げるんですよ。じゃあ広げて、その広げた部分ちゃんと全部完全に理解して覚えられりゃそれはいけるんだけど、覚えらんないから合格してないじゃないですか。合格してないじゃないですか。言い方はきついですけど言わせてもらいますよ。いろんなことやりすぎてできるんですか本当に。絞った方がいいんじゃないですかと。だから短期で合格する人って全然なんか受かんないで5年ぐらいやってる人よりも圧倒的に知識少ないんですよ。何年も何年もやってる人の方が知識多いんですよ。あやふやな知識が、あやふやな知識だから点数にならないんですよ。逆に少ない知識でも確実にしてる方ってスパーンと受かるんですよ。これってなんか不条理というかね、不公平というかね、なんかね、頑張ってる方かわいそうな気は私するんですよ。でもそれが試験なんですよ。努力をして頑張っても努力の仕方を間違えてると合格はしないんですよ。そこで満点狙う勉強をやめましょうね、絞りましょうね。でも絞ると言ってもどうやって絞っていくか分かんないよ、講義来てくださいっていうふうに、営業するのが手段なんですけど、独学でやろうという方もいますよね。だからその方に言っときます。過去問やってください。過去問しっかりやる。過去問集で、過去問でやる、過去問頑張れ、過去問大事っていうのは絶対に誰も言うんですよ。合格者で講師もみんな言うんですよ、過去問大事って。これは本当です。で、もしかすると、他の講師が何言ってるかあんま興味ないっていうか、興味ないって言っちゃいけねえんだけど興味ないんですよ。だからなんか言ってる人もいるみたいですけど、過去問はもうなんかダメだよねみたいなね、講師がそういうこと言ってる、もうまずいやつですよ。はっきり言っちゃいますけど、過去問なんですよ。もう過去問を徹底的にやることで合格レベルに間違いなくいくんですよ。ただし受験生の中には、過去問頑張ってやったんだけどもう全然過去問のとこ出てねえじゃん、無理だよこんな、過去問じゃ意味ねえよっていう、過去問のやり方が間違ってます。過去問は大事なところを直接ダイレクトに書いてある教材なんですよ。もうこの2から3が明確に分かる。いや講師なんていらないですよ、もう過去問で大事なところが見つけられるんですよ。っていう、要は過去問ってなんで過去出たか知ってます？宅地足りたるもの取引士のその重要事項の説明とか、するための資格なんですよ、この資格って。宅建士の資格って就職転職を有利にする資格じゃないです。まずは、そういう付随 付加価値はあるけども違います。目的は転職就職有利にするんじゃない。人生変える全然違います。資格手当もある、違います。充実やれる能力があるかどうかを測ってるんです。
ということで重要事項の説明、不動産の商品説明、資格がないと法律知らない人重要事項わかんねえよね、うん、だからちゃんと資格持ってる人じゃなきゃやっちゃダメ、その能力を測ってるんですよ。これは昔も今もこれから先も変わんないんですよ、趣旨は。だから充設やる能力があるかどうかを試してる試験なんだから大事なところは同じ、そんな年がら年中変わんないんですよ、ここなんですよ。だから過去に出てるところイコールこの試験で必要な知識を出してる、だったらそこが今年も来年も10年後も大事に決まってんじゃないですか、という趣旨が分かったら、この過去問が大事じゃない、過去問をいらない、過去問はいらない、やる必要がない、もう完全に的外れな状態になってます。で逆に過去問は大事、過去問やれば合格いけるなと思った人は自分でね、あの言われてじゃなくて、あの言われて過去問やってるうちは多分ダメなんですよ。本当に過去問だけでいいのかな、予想問題とかね応用問題とかもやった方がいいんじゃないかなと思いながらやってたら多分ダメです、うん、でも過去問絶対これをしっかりやればものにすれば理解してちゃんと頭に入れればいけるってなったら合格はスムーズにいきます、うん、だからその過去問のねパワー、過去問の大事さ、それを自分自身のもうねあの根底で理解して分かったかどうか、うん、それ大事なんで、まあ、早めに問題やってみてください。で過去問やってください。あ過去問やれば受かるなっていうねふうに思えた方から受かっていきますんで、それはなぜなら大事なところがちゃんと本質が見えてるからです、ね、過去問が大事じゃないというのはなんか過去問と同じ出方しないから違うところが出てるから意味がないっておっしゃってるんですよ。私のね、まあね、あの2023年も民法難しかったですよ。過去問に載ってないこといっぱいありますよ、うん、だからいや過去問やっても意味ない、うん、もう完全に表面しか見てないですよね、うん、あのもうちょっと考えた方がそう思ってた方はねいいんじゃないかなと思います。だから過去問やってみてください。で過去問をやるっていうのは過去問の答えを覚えるんじゃないんですよ、うん、結局過去問って過去の問題を出た問題を覚える、それでやってるとね、うん、確かに過去問意味ないですね。そうじゃなくてなんで×なのかちゃんとその問題の趣旨、その問題の知識でそれをちゃんと一個一個丁寧に何々は何々である××の理由を言えてください、ね、常に何々である常には×だろうじゃなくて常にいやいや例外がこういう2つあるから×、理由が言えたかどうか見てください。まずこの理由が言えるか×の理由ね、うん、そういうのはやるのは大事です。でさらにその×でそこがあやふやだな、ここら辺やったっけなと思ったらインプットテキスト戻って間違えた問題その周辺もちゃんと見るとかね、そういう過去問というのを題材にちゃんと意味、言葉の意味、そういうのを理解しながら進めていく勉強をすれば合格にいけます、合格レベル。だからもう一回言いますが、満点狙わない、でも過去問に出てるものは徹底する、そして過去問に出てるものは理由付けをしながらちゃんと一個一個丁寧に見ていくっていうのを大事にしてください。あとねもう一個三つ目があって、改正点を大事にする、改正点で、改正点って4月1日の法律がその年の10月の試験に出ます、うん、だから今までね3月末まで違うルールだったけど4月1日に変わったって、それがもう実行されたってなったら4月1日のルールです。だから改正点って、まあ、毎年あるんですよ。で税の改正点多いけど今年はまだねちょっと定かじゃないです、まあ、今絶対的に分かってるのが相続登記というのを義務になりましたっていうね、うん、その話はもう明確にもう決まってるんですよ、改正昨年と違うところで、うん、だからそことか狙われやすいっていう。でこの改正点なんで狙われやすいか、うん、これ、まあ、2020年民法大改正っていうのが本当にねものすごい出たんですよね、うん、っていうか、まあ、毎年出てるんですよ改正点って。でなんでかって私が思うにはこの宅建士の資格って、まあ、要は重要事項の説明というのをねする資格で、合格した後にお客さんに対して充設するのにちゃんとね改正点を毎年あるんだっていう人を合格させないと知識のね更新しない人になっちゃうが受からせちゃまずいんですよ。それはそうですよ、だって改正が毎年あるだったらちゃんとブラッシュアップしてその改正点も理解してお客さんに説明しなきゃっていう人を合格させたい、だから改正点を出したんだと思うんですよ。要はこの試験、ね、あの改正点大事なのはそう改正というのをちゃんと意識できる人を合格させたいから、うん、で私は思いますよ、誰が言ってるんじゃないですけどね、うん、私は思いますよ。ちなみに他の試験だとね改正点っていうのも、まあ、大事なっていう部分もあるみたいですけど、大体ね大きくね法律が条文とかでね改正されるじゃないですか、そうするとね2年とか3年先に出たりするんですよね。宅建ってその年に出るんですよね、
もう完全に実務職の強い常設っていうね、そういうのをやる資格なんで、だからいや改正点は知っとけよっていうことで、ね、改正点で安い、この3点ぶらさないでください。でこの3点ぶらさないでご自身の時間取れる時間、そして能力もあります。記憶力、文章の読解力、あの文章がちゃんと読めないっていうのはちゃんと読めるようにしなきゃいけないじゃないですか。で、まあ、読書する方を読書しろって言っても、いや読書するなら問題文で慣れた方がいいと思うんでね、うん、だからそういうご自身がその足りないところ苦手なところ、あと自分自身の特徴、そういうのをねちゃんと把握して、で問題というかあの勉強していくっていうのは大事でございます。まあ少なくともこの3つは今日基本的なねそのガイダンスなんでね、まあこれでございます。あのこの話を3つは覚えておいてください。であとは効率的な学習の他に、まあ、独学対スクールっていうのがあるんですが、あの初めの一歩は独学じゃ確かに大変ですね。で効率良い学習、まあ、スポーツ選手プロの専属コーチ、要はどういうことを やるべきか、あとやらないことを教えてくれるのはやっぱ資格の学校の良さですね、あのやっぱりいろんなことをやろうってなっちゃう。でこれね、まあ、今ってSNS とか、まあ、あの X、Twitter ですね、昔で言うね。あと Facebook もあるのかな。あとは Instagram とかね、様々な。あと YouTube とかね。で、いろんな情報がいっぱい出てるんですよ。で、もちろんその情報は有益な情報多いです。うん、あのとっても、おこんなのは有料で、ね、無料で見れるんだってね。だけど、いろんなこと言ってる人がいるから、いろんなこと言って溺れちゃう情報に。うん、で、それは厳しいですね。だからもうあのなんかこう自分自身で噛み砕いて自分自身はこれだってものを見つけれるといいんですけどね、うん、まあそれか、まあ、学校とかだとあんまりやった方だっていうのことはないので、うん、だから、まあ、そこでこのね一本化できるというのは情報の一本化は悪くないと思います。あと予備校は膨大な情報を得ているっていうのはこれ合否分かれる問題とかってよく言うんですけど、あの私ねレックで講師やってるのはねこれなんですよ。その個人で講師やると情報がないんですよ。要はこの問題が正答率どれぐらいで合格者の正答率がどれぐらいで不合格者の正答率がどれぐらいでっていうそういうデータがあると講義やれるんですよ。これはやんなくていい問題、これはやるべき問題、それは情報のデータに基づいていってんですよ。私の好き嫌いじゃないんですよ。こんなの難しすぎる、いらねえ、いやみんなできてるしと、そういう問題どうですか。やっぱりね情報に基づいてないとね分かんないんですよ。だそういうのは裏付けがあるのは、まあうちもレックもね、まあ、大きい方大手の方なんです、資格の学校では。だからそういうビッグデータあるのはこのねいいと思いますよ。あと疑問点をね質問できる、これはいいですね。教えてチューターという質問制度があると、私が直接答えるわけじゃないですけどね、そういうのがあって、まあ、答え、いろいろこう聞けるというねそういうメリットもあるので、まあ、このやっぱりこう情報というのをね仕入れやすい、質問とかで聞きやすいっていうのがよろしいと思います。であと残りで4ページ目なんですが、今日始めた人は明日始めた人よりも有利で、今日のテーマが早期スタートが圧倒的な有利な理由っていうのがあるじゃないですか。でなんで圧倒的に有利かというと、まあ、ここ書いてありますが300時間の学習が必要と言われている。でこの約300時間というのも人によって300っておかしいよね、もう今宅建試験1000ぐらいいるんじゃないのっていう方もいると思います、うん、逆に300なんていらないでしょ、俺だって1週間で受かったよみたいに豪語する人もいます。でなんかねそのなんか何日3日で受かったとか1週間で受かったとかっていうのをなんかこうドヤ顔でちょっとなんか言ってるのってあんまり、まあ見てて気分あんまり良くないんですよね。あなたは受かったんだよね、でもスペックがあるよね、だって司法書士受かったんでしょとかねだってそうですよね、司法書士の勉強してた、あとはね司法試験合格してる、いやそりゃそうだよね、東大ですか、そりゃそうだよねってね。だから誰もができることじゃねえんですよ、1週間とか3日とかって。うん、でも逆に1000時間いなきゃ無理、いやそんなことはねえだろうと、いやだって300とかそこら辺で受かってる人いっぱいいるのに、いやそんなことはねえだろうと、なんかやり方違うんじゃねえかとかね。だから人によって全然違うんですけど、まあ平均的というかね、まあ、300時間というのが必要と言われてます。でこれは平均的な数値だから多い少ないある、うん、でも何は言いたいかというと、例えば早いうちに始めた方が、まあ、意識もね持てるわけですよね。で例えばギリギリでやるとこの300時間っていうのは1日あたりの時間が多くなるじゃないですか。
でそうするとそれだけなんていうんですかね、じゃあ1日4時間やんなきゃいけないっていうと集中力ってなかなか続かないですよね、うん、それよりもなんかコツコツ早いうちから1日1時間の方が充実した集中して勉強時間になったりしますよね。まあ誰がどう考えてもね、遅いよりも早く始めた方がいいよねっていうのは確かです。ただね、あんまり早すぎるとね、だいたいね息切れしちゃうんですよね。なんか正月前からやってると結構息切れしたりして、なんか息怠惰になっちゃって途中の3月4月で全然やる気なくなっちゃったとか、まあ、そういうこともあるよね、うん、だから調整は、まあ、するのは大事ですが、まあ、少なくともやろうと思ったら始める、うん、これがいいでしょうね。だから決めたら速攻スタートがかけここです。やる気になってないだったらやっぱりやってもねと、うん、ただやる気にならないからといってやらないでいると全然やる気出ない方もいるんですよ、うん、よーそろそろやろうかなと言ったらとりあえずやってみてください。でね、このね最初の一歩って大事で、そんなにやる気ないけどもうやらなきゃなと思ったらまずは勉強する、何でもいい、問題を解くでもテキストをやるでも、うん、何でもいい。だからもうすでに受験経験あるなら問題やるのもいいじゃないですか、なでいればテキストを見るのもいいですよ。そういうのをね始めていくとだんだん勉強ってやっていくと乗ってくるんですよ。もう最初の第一歩が大変なんです。もうどんなものでも最初の一歩ってすごい重いんですよ。出だしってなかなかいかないんですよ。例えばなんかこう重いね荷車みたいのも最初の一歩って重いじゃないですか。でもなんかこう走り出しちゃうとゴロゴロゴロって軽くなるじゃないですか。それと同じ、最初の一歩って大変なので、最初はもうとにかく始める、なんか始める、とにかくやり始める。そうするとあこういう風にやろう、こういう風にやろうってね改善点見つかってくるんで、何にも動かないと何にも始まらないんですよ。だからまず早くやる、ね、やってみる、とりあえずやってみる。で違ったな、この勉強は違うな、もう少しこうした方がいいねって修正していきゃいいんでね、うん、最初から完璧な予定を立て、最初から完璧に効率いい勉強とかじゃなくてまずはやってみる、これやってみてください。で最後に申し上げますが、自分の未来変えよう。さっき宅建試験は人生を変えるためではありません、資格手当をもらうためでもありません、就職停止有利になるためでもありませんっていう話しましたが、広い意味では大事なことですよ、うん、宅建ってやっぱり、まあ、合格するじゃないですか。で不動産の仕事をしなくても勉強が面白くなったって方多いんですよ。で勉強が面白くなると、例えばお自分なんかもっとね不動産のこの法律民法面白いから勉強しようで行政書士とかね司法書士目指したりとか、いや登記の話面白いな、土地価格調査士やってみようとかね、いや税金とか面白いな、税金じゃあ税理士とかファイナンシャルプランナーやってみようとか、設備もっとやりたい、マンション管理士とか賃貸不動産経営者とかね管理業務収集とか、なんかねそう自分の可能性が広がってくるんですよ。なのでこの宅建試験って制度趣旨としては重要事項の説明する能力があるかどうかですが、やっぱり合格して自信持つと、よし俺はできるぞ、私はできるよ、他を目指そうとか、不動産業界入ってね、ガンガン働くぞ、仕事すると生かすぞと、いろんな未来があるんで、ね、まずは宅建合格してみてください。そうすると皆さんね未来が変わってくるという、これはやっぱり要素としては必ずあるところなんで、取って有益な資格だと思ってます。と一番私はいい資格だと思ってます。どんな資格よりもコスパが、うん、お金を稼ぎという点でもこの宅建の資格は私は最高だと思うんですよ、うん、だって宅建の資格取って宅建業の開業とかしたらどうですか、収入は青天井ですよ、うん、まあ、もちろん仕事できなきゃダメですよ、営業力とかもそれは必要ですよ、うん、だけどもう青天井ですよね、どんな難関資格よりも素晴らしいと思います。お金を稼ぐという点では、資格試験って弁護士さんもあればね、お医者さんとかね、もう公認会計士とかね、さまざまな資格試験あるじゃないですか。いやお金持ちイメージありますよね、うん、だけど、まあ、やっぱりそうでもない人もいるんですよね。あまりこういう言い方しちゃいけないけど、弁護士さんでもあそんなもんすかみたいな、うん、宅建業でやっぱりお金稼ぐ、うん、そういったところでやっぱ仕事もできれば、まあ、青天井なんでね。だからお金を稼ぐという点でももちろんいい資格で、ね、だから私は講師やってますんで、ね、まあ、ぜひねレックが皆さんのお手伝いをできれば幸いでございますということで、まあ、完全にこれレックの、ね、宣伝のための、ね、ガイダンスなんでございますが、勉強、ね、満点狙っちゃいけない、そして改正点しっかりやる、で過去問なんで大事か分かっていただきましたね。過去に出てるのは大事なことだから出てる、だから過去問をベースに勉強する、過去問を覚えるんじゃないんです、同じ問題出ないんでね、
だから過去問で題材で勉強するというのを忘れないでいただければ、変な外れた勉強にはならないはずということを申し上げたところで本日は終わりにしておきます。はい、それではご清聴ありがとうございました。まあ何はともあれ皆さんがね、合格、絶対合格という気持ち持って試験挑んでいただく、勉強していただく、努力していただくことをね、切に願います。頑張ってください。はい、それでは早期スタートが圧倒的に有利な理由ということで、お時間いただきました。どうもご清聴ありがとうございました。